ちょっと真面目な話をね、ちょっとしようと思うんだけども、これね、振り込め犯罪結社ってやつ。コミックモーニングでやってるヤングズって漫画があるんだけども、それの原作、それがすごく面白かったから、あ、ちょっと原作読んでみようと思って、原作者が書いている、そのノンフィクションなんだけども、これめちゃくちゃ面白いね。あの、本当はね、あの、ツイッター読書会とかでやりたいぐらいなんだけども、結局ここで書いてるのは何かっていうと、日本のね、犯罪が、 どういういにななってるのかなんだで僕らがついつい思うのは振り込め犯罪とか振り込め詐欺っていうのは例えば上にヤクザみたいなやつがいてそいつが胴元が全て握ってて金を取るとか気の毒なお年寄りを騙してるとかって思うんだけどもこの振り込め犯罪結社に書いてるやつ見たらなんか話ねもうちょっとでかいよ。まず何が違ううかっていうと これまで日本の詐欺事件っていうのは、知能詐欺みたいなものを統計として取ったら、戦後ずっとというか、まあ、行動成長時代から、あとこの振込詐欺が出てくるまでは、年間ね、10億とか20億規模ぐらいだったんだね。詐欺全体の被害額。ところが今ね、200億円規模になってると。桁がね、もう本当に一つ二つ違ってくるわけなんだよね。金の取り方とかもどんどん上手くなってきて、例えば名簿屋っていうのが出てくるんだけどさ、名簿屋っていうのは、一人暮らしのお年寄りの名簿を、 それに対してこう振り込め作業をかけるわけなんだけども名簿の中でもいい名簿悪い名簿というのがあっていい名簿になってくるとどん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 例えばもう名簿の中にあらかじめ子供がいてで男の子でで1人暮らししていて東京で企業に勤めてるみたいなデータが書いてあってそいつの名前まで書いてるんだ。だだだから、「ももももしし、しし、母さん、んん。俺だけど!」じゃゃないんだよもしもしおばあちゃん 踏み広だけどっていうところからちゃんと始めれるんだよ。で、その子供の仕,あの仕事とかも全部データに入っちゃってる。そういうふうなデータっていうのは1件5万円ぐらいで売られてるわけだよ、ね。なので、その5万円でデータを売っても儲かるぐらいになっちゃってるんだよ。で、そういう名簿屋っていうのはどうやって名簿を手に入れるのかって。僕らはついついアンダーグラウンドのものを考えるんだけど違うんだよ。 もうね、今やってるのは、そこまでアンダーグラウンドのものじゃなくて、フロント企業みたいなものをやってるんだよね。でそのフロント企業っていうのをマジでやってんだよな、ね。あの、隠し事じゃなくて。で、すごいよ。あのね、今だから、その名簿屋みたいなものが副業としてやってるというか、本業としてやってるのが、えっ、ー、とね、バリアフリー関係のリフォーム会社、あと、遺産相続の法律相談事務所、あと、福祉関係の会社っていうのをやってんだって。で、それで、 おばあちゃん、おじいちゃんから山ほど相談をやってて、その相談っていうのをすべて名簿に載っけてるんだって。じゃあ、これが組織的に、そのそういう悪い福祉会社とかバリアフリーのリフォーム会社があるのかと、そうじゃなくて、それらの会社に一人でも悪い奴がいたら、その名簿を流しちゃうんだよな。だから、もう日本人の中に入ってるその悪っていうのかな、犯罪者の分子みたいなものが無限に細かくなってきて、どん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 、 その犯罪にに流れるようになっていくんだ。だからさ今そのオレオレ詐欺とか振り込め詐欺っていうのはその暴力団が元締めでやってるとか今だったら例えば関東連合みたいなところが元締めでやってるっていうのはあれはもう警視庁が流してるデマみたいなもんで実際どうなのかっていうと実は組織犯罪ななんんだだけども、あままりに実態が広すぎて、て。全然捕まえられないんだってはっきり言ってこれ何が起こってるのかっていうとそのこれがあの。 別の本では犯罪を起こしてる人たちのインタビューとかがあるんだけども犯罪やってる人らにしてみれば何が悪いのかよくわからないと。俺たちが騙そうとしてる人は最終的に誰かに騙される人ですと。でプラス例えばサラ金とかに比べたら僕らがやってることがまるでましだと。なんでかっていうとサラ金っていうのはお金困ってる人がサラ金に金を借り,借りに来ると。でそれがさらに 困ってるる状態にすると。つまり金がない人から無理やり金を奪って風俗で働かさせ,させたりいろんなことをすると俺たちはそうじゃないといざとなれば孫に500万ぐらいポンと出せる人から金を奪ってるだけだと出せる人間から奪ってるんだって言うんだ。でよくニコ生でさこういう格差の話するとやっぱ金持ちのおじいちゃんとかあの年寄りがいるからそういうやつらがどうやって金を出さなきゃいけないっていう話になってくるじゃん。 ここに起こってるのはもうそれそのものなんだつまり格差社会が前提となってそして金持ちの老人層というのがいてその人たちの孤独さにつけ込んで僕ら普通の人間が日常生活の中で悪に加担していてで彼らから金を奪おうとしてるっていうねはっきり言ってこう,イタリア化っていうか、マフィア化が進んでいるよね。だからなんか今の現状の日本っていうのは法治国家であるっていう表面層の一段奥の方には 僕らの友達連中の中の誰が実はそういう詐欺組織に入っていたり誰がそういう名簿を流しているのか分かんないところになっていると地下経済っていう言い方は変なのかも分かんないんだけども普通の人たちが大学出たりして就職しにくいって言ってるとそういうんだろう、えー、若者の就職率の低さみたいなものとかあと正規労働の低さ派遣率の高さみたいなものは最終的には国が 徐々に徐々に日本国の国民全体がマフィア化していくという予兆をなんか感じてちょっとね,ゾクッとするよねだから今のその2014年っていうのはまだ日本には犯罪者が実はアンダーグラウンドにいてそれとは別に市民がいるっていうような感覚を持てるのは今年来年ぐらいが最後かもかんないと。オリンピックが近づいてきてそして貧富の差がもっともっと格差が固定されるようになってきたら僕ら自身が 半分犯罪者になって、そういうマフィアみたいなものだっていうのは分かってながら利用すると、どんどんイタリア化するかも分かんないっていうふうに思っちゃう。で、これがなんか、ひょっとしたら新しい社会の形なのかもしれないし、これを肯定するような考え方が保守として出てくるのかも分かんない。だから、民間の犯罪が当たり前になってきたら、そこからもう一回、その地方地方ごとに占める組織っていうのが出てきて、 で警察と別の権力構造っていうのが出てくるのかもわかんないなっていうのがちょっと考えてしまいましたっていう話をしているとどんどん恐ろしい。イタリアってそういう国になのっていやイタリアはね地下経済の方がすごく発達していてなんかあの GNP は GDP は低いんだけども実際経済力がもっとあるというまあその話の流れなんですけれどもですねところがねこれをあの報道できないんだよ。これは何かっていうと日本国民自体が日本国民の敵になるという。 話に近かったりマフィアっていうのは何でマフィアを例に出したのかっていうとマフィアっていうのは見知ららぬ人から大きくく取るんんだだけど、身内にはすごく熱いんだよねで。同じようにこの「振り込め犯罪結社」で出てくるのもそういう見知らぬおじいちゃんおばあちゃんから金を取るんだけど友達とかに対してはとことん親切でなんかいいやつたちばっかりが犯罪してるって話なんだよな。だからそこら辺もねなんかあのめちゃくちゃ面白かったから興味ある人は是非読んでください。あの今その 僕がタブーとして話そうとしたのはこれを報道する時っていうのはどうやってもやっぱり暴力団の資金源だからとかあと関東連合がうんぬんくんぬんって話にどうしてもマスコミの人が落ち着けたがるのは何でかっていうと日本のこの格差が生んでいる犯罪を生み出す構造かな貧困が犯罪組織っていうのを日常化してるっていうのをやっぱり言いにくいからだと思うんだよな。 その話はフィクションのネタになります。だから、えー、コミックモーニングでギャングズでやってるって、<laughs> それの元本で元本の方がやっぱすごいんだよな。<laughs> え立、ー、花明さんっていうですね、作家がいらっしゃって、まあ僕はついこの間もその立花さんのね、動画をあのー、まあ紹介させていただいたんですけどもですね、あの貧困を語るときに立花さんは3つのパラメータを使ってですね、語っているんですね。1つはですね、まず財産の有無ですね。で、2つ目はですね、能力の有無。 財産のあるなし、能力のあるなし。能力っていうのはお金を稼ぐ能力だと思ってください。で、三つ目はですね、仲間の産む、仲間があるなし。財産っていうのがまあもともとあって、例えばそれはその財産が勝手にお金を産んでくれると。例えばその不動産を持ってるとかですね、あとは株式を持ってるとか、そういう財産を持っていれば、株式からですね、配当金が出たり、不動産からですね、家賃収入が出たり、そういうふうにお金を稼いでくれますよね。で、次にお金を稼ぐ能力があれば、 自分自身で働いた分、ちゃんとお金が稼げるわけですね。で、3つ目はその仲間がいれば困っていても助ける。仲間がいてくれれば、自分が助けられる人がいればというような。 この三つのパラメーターですね、財産、能力、仲間の有無っていうので、現代の日本の貧しさ、貧困というのを語っています。でどれか一つでも持っていれば、実はですね、十分幸福になれると。しかし、全てを持っていない場合、この三つの全てを持っていない場合は、貧困というですね、大変苦しい状態になる。というふうに立花さんは語っています。財産も、まあまあ、あの、稼ぐ能力もですね、 えー、ない場合はもう頼るべきはもう仲間ぐらいなんですね。もしくは周囲の人間との関係になると。だからあの、よく金持ちの家に生まれて、まあ働かずにあの暮らしていけてあいつはいいよなって言ってるのは、ただ単に1番と2番がなくて3番目のみがある。親が金持ちだから何とか生きていけるという、まあそういうような状態なんですけども。ということはあの、 まあでもそれから考えると貧乏だけど豊かな社会っていうのは周囲と関係が保ちやすい社会というふうにも言えます。つまり周囲と関係が保ちやすければなんとか一番二番財産やお金を稼ぐ能力がなくてもいろんな人が暮らしていけるという意味ですね。で、ところがですね、それにまあ対して現代の日本っていうのはどういうふうになってるのかっていうとですね、無理しても周囲と人間関係を作らなくてもいい状態になっちゃってるんですね。僕らのこの 20年、30年のスマホをはじめテクノロジーの進化、あとはどういうふうに暮らしていくのかというですね、暮らし方の変化っていうのは全てその嫌な人というかですね、まあはっきり言って不得意な人とかですね、あとは不用意に人との関係を作らない方向にどん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 進んできたんですね。でそっちの方にもう30年かかりで進んじゃったもんですからですね、 なので、現代にですね、貧困が溢れている状態になっているんじゃないかというふうに考えます。あの、つまり、経済的に貧しくなったというのも、もちろんあるんですけども、それ以上にですね、関係が希薄になっていたことによって、つまり、三つ目のですね、あの、あるなしが、ものすごく、 日本人全体が下がっていったことによって、一番目、二番目ですか。つまり財産とか稼ぐ能力があるっていうのによって、その人のですね、貧困度合いが大きく変わってきたんじゃないかなというふうに思います。